これからエクスプレスウォッシュ入ります。久々ですね、現金。洗車コースどれだ、シャンプーワックス。ん、泡ジェット、これか、シャンプー、下回りホイール購入、新メンバー温めない未来ない、オッケー。お金がめっちゃ熱いんだけど。ミラー畳みます。ゆっくり前進。ここでいいかな。ゆっくりゆっくり前進、停止。はい、ドアミラー畳みました。じゃあエクスプレスウォッシュ行きます。なんかここ高いですね。なんかお得感がないけど、強く洗ってくれるのかな。あそこ、うちの近くのエネオスウィングの方がいいですね。こっち泡もこもことかな。そうだし、ただの洗車と下回り洗車、ホイール洗車、それですね。あ、そうだ、ここに入ろうとしたら、タンカーというかタンクローリーか、それが使えてて入れなかったんですよね。なんかこっちに来る道が2つぐらいあったんだけど、店員の人とか知ってくれる気配がなかった。だからまあ自分で1回店の外に出て行きましたね。まあ、アンテナも外してますね。アンテナ外し忘れるとひどいことになりそうですからね。どうだろう、綺麗なの、綺麗になるのかな。なんかうちの近くのエネオスウィング洗車の方がいいような、まあちょっとわからないですけどね、洗った後の仕上げとか見てみないと。後ろまで行きました。今半往復っていうのかな、一回行ってますね。でこれで戻ってくれば往復ですね。舌を洗ってるのかな。なんかゴーとかって音がしてますね。なんかピピって言いましたけど、なんだろう、何の音かわかんないですけど、なんか泡々さがないですね。いう感じがない。こんな感動なかったかな。なんかもっとここ初めて使った時もっとすごいと思ったんですけどね。これで2往復目、あ、乾燥、これで終わりか。なんか
すっごく笑ってくれたって感じがしないですね。感動薄れたのかな、なんだろう。まあ、仕上げを見てみましょう。ドアを開けないでください。開けちゃやばいですからね。開けたらやばいですよ。これで終わりかな。終わりっぽいですね。